到着っと。今更だけど本当にここで大丈夫？わあわあ、ありがとうございます。秋葉原には毎日電車移動なので大丈夫です。アイドルなのに謙虚な子なのね。お姉さん、アメちゃん買ってあげようか。嬉しいです。朝日さん、サキさん、ありがとうございました。おお、アイドルに名前を呼んでもらえるなんて。ちょっと、朝日、理由でよければいつでも。それでは、本当にありがとうございました。なあ、返しちゃってよかったのか？ええ、今日のところは大丈夫よ。だけど、やっぱり気になるわね。リッピョンのことが。リュウちゃんももちろん、追いかけていたファンも、消えたメガネ君のことも、答えに近づいている気がするの。明日こそ何かが分かる気がするわ。なあサキ、なんでお前そんなに楽しそうなんだ？え？だってさ、妄想の侵食とか普通だったら投げ出すんじゃないかなって。私、普通じゃない毎日が楽しいよ。妄想を壊すのが楽しいの。だって毎日つまらなかったんだもん。みんなと同じ学校に行く毎日が、みんなと同じ制服を着て、みんなと同じ放課後で、そんなみんなと同じ毎日がつまらなかった。でもね、ある日不思議な扉を見つけたの。最初はね、もちろんなんだかわからなかった。だけど扉の向こうで不思議な人に出会ったの。その人は教えてくれた。ここは妄想宮だよ。あれは妄想獣だよ。妄想は壊さなきゃいけないんだよって、普通の人にはわからないんだよって。妄想を壊せるのは特別な存在だけなんだよって、やっと見つけたって、そう思った。その日から私の毎日が変わったの。だからあの日から私は特別な存在なの。は、初めて聞いたっち。ピン君に出会うちょっと前の話だよ。特別な存在ね。俺は特別にぐうたらできる存在になりたい。何よそれ。ニートに特別も格別もないっち。はいはい、普通のニートは普通らしく家に帰るよ。じゃ、また明日の。ええ、会場で落ち合いましょう。絶対に遅刻しちゃダメよ。約束ね。はいはい。で、今日も遅刻っと。違うんだ、布団が俺を愛してやまなかったんだ。何言ってんのよ。少しでも期待していた私がバカだったわ。ごめんなさい。まあいいわ、ライブも終わる頃だし、急いで聞き込みしましょう。それにね、なんだか今日はファンたちの様子がおかしいの。ファンたちの様子が？みんな沈んでるっていうか、とにかく話を聞いてみましょう。リッピョン、どうしたのかな。なあ、どうしたんだ。リッピョンのつぶやきが聞こえないんだ。ダメだ、心配すぎて喉が渇いちゃったよ。悪いけど、僕は炭酸を買いに行くよ。つぶやきが聞こえない？私の解釈だと、やっぱり男ができたとしか。このまま電撃引退も。おい、一体どうしたんだ。すみませんが、後にしてくれませんか。一秒も目が離せない状況なんで。何なの、引退ってどういうこと。おい、どういうことだ。もしかして昨日の出待ちの件が影響しているのかしら。だけどライブは無事に行われていたんだよな。ええ、
盛り上がっていたわ。そして握手会も予定通り開催された。それなのにやっぱりアイドルって大変なのね。男ができたとか言われちゃって。そういえばそんなこと言ってたな。あとなんだっけ、確かつぶやきが聞こえないとか。つぶやき、そっか、そういうことだったのか。そういうことって。さき、携帯を出してみろ。え、いいけど。ポツッターで検索してみてくれ、リッピョンのアカウント。あ、そういうことね。なるほど、これで謎は解けたわね。ポツッターのつぶやきが止まった。だから男ができたって疑われてたんだ。前にメガネ君が言ってたわね、ポツッターの更新は毎日欠かさないって。多分そういうことだろうな。そして昨日はポツッターで不安を漏らしていた。繰り返す毎日に戸惑っていたんだわ。だからファンたちはみんなリッピョンのことを心配していたんだよ。おそらく一昨日までは毎日楽しそうにつぶやいていたのね。でもだけどメガネ君は。きっとこうじゃないかしら。まずはアイドルの妄想が生まれた初日、メガネ君は握手をして喜んでいた。ああ、一生手を洗わないって言ってたな。そして2日目、握手を終えたメガネ君だけがリュウちゃんを心配していた。そっか、ポツタは更新できたけど握手会では戸惑いを隠せなかったんだ。普通ならイベントに来ることすらままならないと思う。だって朝起きたら日曜日が繰り返しているのよ。何も知らない女の子がそんな状況に直面したら動揺を隠せるはずもないわ。ただリッピョンはプロのアイドルだった。待っている、楽しみにしているファンがいた。繰り返す日曜日に気づかないふりをしてイベントを続行していたんでしょうね。俺たちの気づかないところで毎日わずかに言動が変わっていたんだな。さあ急ぎましょう、リュウちゃんは秋葉原駅から帰るはずよ。本当にリッピョンが妄想者なのか。それ以外の可能性はあるかしら。朝日も分かっているんじゃないの。いや、でもまあ、あんなに礼儀正しい子を疑いたくない気持ちは私も一緒よ。だけどほら見てごらんなさい、あの様子相当思い悩んでるみたいよ。昨日ぶりね。すみません、あのどちら様でしょうか。リュウちゃん、忘れてなんかいないわよね。昨日一緒にここまで来たの覚えてるんでしょ。昨日ですか。昨日はお休みだったので家でお裁縫してました。そんなはずはないっち、昨日面倒なファンに追いかけられてたっち。面倒だなんて、そんな、ファンの皆さんを悪く言わないでください。今の声聞こえたわね。ピン君登場っち。キャ、ピン君はね、特別な人にしかわからないの。何が言いたいかわかればよね。そっか、もうバレてしまったんですね。なんかごめんな。ファンたちに見つかるわけにはいかないわね。少し場所を移しましょう。はい。リュウちゃん、話聞かせてもらえるかしら。サキ、仕方がないのよ。だからって。いいんです、気にしないでください。だってリュウが悪いんですから。リッピョン、それじゃあリュウちゃん聞かせてもらえるかな。はい。リュウ、アイドルに憧れていたんです。小さな頃からずっと歌ったり踊ったりするのも大好きだけど、アイドルを見ているのも大好きだったんです。だからもっとアイドルが盛り上がってくれたらって、そんなことを夢見てたんです。夢見てたか。そしたら数日前、リュウの夢が不思議な形で叶ってしまったんです。急にマネージャーさんから
電話がかかってきて、秋葉原でイベントだって言うんです。最初は何かの間違いかなって疑ったんです。でもこれが現実だったらってドキドキもしました。バカみたいですよね、期待しちゃうなんて。それで言われた通り秋葉原に向かったんです。いざ会場に着いたら驚きを隠せませんでした。だって本当にリュウのイベントが準備されていたんです。だけど全部リュウの夢なんだってすぐに気づくことができました。それでもすごい嬉しかったんです。ついに夢が叶ったんだって。ただ夢が叶ったのに毎日同じ夢を見続けることが怖くて、きっとリュウのわがままな夢のせいでファンの皆さんにも迷惑をかけちゃっているんです。皆さんを閉じ込めてしまっているんです。この永遠に繰り返される夢の中に、これが私の知っていること全部です。こんな夢のような話信じてもらえませんよね。リュウちゃん、ありがとう。その夢のようなお話私たちは信じるわ。だけどね、これは夢なんて素敵なものじゃない。すべてあなたの妄想なのよ。リュウの妄想？だからね、リュウちゃん、あなたの妄想を壊させてもらうわ。妄想を壊せば妄想は消える。そうすれば現実への侵食は止まるのよ。いや、ちょっとサキ、こうするしかないのよ。妄想に侵食される現実を私は見過ごせない。だからってそこまでストレートに言わなくても。あの、その妄想が壊れたら一体どうなってしまうのでしょうか。それはリュウちゃんのイベントは初めから開催されてなかったことになれば。何もかもなかったことになっちゃうんだ。そんな。だけどね、それが正しい現実なの。ファンの皆さんはきっと全部忘れちゃうわ。イベントに参加したこともイベントがあったことすらも。リュウはどうなるのでしょうか。同じよ、すべてを忘れて普通の日曜日に戻るの。そんなことって。ごめんね、リュウちゃん。だけど壊す以外に方法はないのよ。リピョン、ごめんなさい。皆さん、分かってくれたのね。失礼します。待って、リピョン。言っちゃったわね。なんか俺たち悪者みたいだな。それでも私たちは妄想の侵食から現実を守ろうとしているのよ。そうかもしれないけどさ、じゃあ今から追いかけるのか。改札の人混みじゃ見つけ出すのは難しいでしょうね。じゃあどうすんだよ。このまま逃げられるんじゃないか。今の動揺で妄想球の入り口が現れるとも限らないんだろう。だとしたらまた明日行動を起こせばいいだけよ。もし明日のイベントに来なかったらどうするんだ。いえ、それはないわ。だってリュウちゃん今日もイベントをこなしたのよ。そんな子だからこのまま逃げ出すとは思えないの。明日も必ずイベント会場に来るはずよ。はあ、なんだか複雑な心境だよ。それじゃ続きはまた明日か。ええ、明日は妄想球に突入するかもしれないわ。だから今日はゆっくりと休んでおいてね。はいはい、そんじゃお疲れ様。私だって好きで傷つけたいわけじゃないのよ。ただいまっと。なんだか今日はいつも以上に疲れたな。だけどきっと俺以上にリッピョンは、もし俺も妄想が現実になったら自分で壊すことできるのかな。つか俺だったらどんな妄想が侵食すんのかな。ほう、なんだ、まだ24時にもなってないのに。おやすみ。
誰だよこんな朝から。起きろっち。ピンク朝日、急いで来て。なんで不法侵入だ。鍵をかけ忘れたのはどこの誰よ。いいから急ぎなさい。大変なことになってるっち。一体何がどうしたって言うんだよ。リュウちゃんのイベント中止が発表されたのよ。休憩ポイントっち。オイラは疲れたっち。中止ってどういうことだ。この握手券どうしてくれるんだ。どういうことなんだ。ちゃんと説明してくれないと納得できないぞ。なんだよこれ。リュウちゃんがね、ポツッターで発表したのよ。今日のイベントは中止ですって。俺たちのことをバカにするのか。私の解釈では握手会の返金騒動にまで発展するぞ。出てきて謝罪しろ。いや、見事に炎上してんな。もしリュウちゃんがこの光景を目にでもしたら。裏切り者、私の貯金を返せ。違うんだよみんな。メガネ君、どうして彼が。リピョンは絶対に僕たちを裏切ったりしない。誰よりもファン思いだったじゃないか。うるせえ、引っ込んでよメガネ野郎。きっとリピョンは体調不良なんだよ。みんなを裏切るつもりなんか。私の解釈では許されないことをしてしまってますよ。とにかくリピョンを出せ。どうしよう朝日、きっと私がリュウちゃんを追い詰めたせいで。落ち着けよ。それに先だってリピョンの思いを信じてたじゃないか。けど、もしかしたら今もこの状況を近くで見てるかもしれない。そうね、探してみましょう。